どうも、まさやんです。さあ、今日も早速参りましょう。アニメで古文。中納言、参りたまいてへーん。クラゲの骨。ということで、今回は枕草子の中納言、参りたまいて。こちらのあらすじをアニメで解説していきたいと思います。この枕草子っていう作品は、平安時代中期に清少納言によって書かれた随筆で、まあ今でいうエッセイみたいなものなんだね。今回の作品は宮中での出来事を回想して書かれた作品になってるよ。清少納言がお仕えしている中宮亭主と談笑をしているところに中納言って呼ばれる人物がやってくるんだよ。この中納言は藤原の高家っていう人物で中宮亭主の弟にあたる人なんだね。で、この中納言がなんでやってきたかっていうと、亭主に扇をプレゼントしようと思ってるらしいんだね。ただどうもその扇の芯になる骨の部分がとっても素晴らしい骨だったらしくて、それに紙を貼って扇を完成させてからプレゼントしようと思ってるんだけど、骨が素晴らしすぎるから普通の紙じゃ釣り合わないんで貼れないんだって。だからその骨にふさわしい紙を探してるんだなんていう風に言ってんだね。でさ、そんな風に言われるとちょっとどんな骨か気になるでしょ。だから亭主が聞くんだよ。その扇の骨ってどんな骨なのっていう風に。そうすると中納言はまた、いやもうとにかく何から何まで素晴らしすぎる骨なんですよ。これを見た人は、いや今までに見たことのない骨だねって言ってくれるんですよ。なんて誇らしげに言ってんだね。さあそこで、はい出ました清少納言ね。今まで黙って横で聞いていた清少納言が、ということは扇の骨じゃなくてクラゲの骨みたいですねっていう風に急に言い出すの。これどういうことか分かった？中納言がこんな骨見たことないって言うから、ってことはクラゲの骨なんじゃないんですか？だってクラゲに骨なんてないですから、誰も見たことなんかないですよねっていう起点を聞かせたうまい冗談を言ったわけさ。まさに平安ジョークだよね。そしたら中納言も、おー、うまいこと言うね、清少納言。それ、俺が言ったことにしちゃおうか。って言いながら、笑っていました。っていう部分で、この場の回想シーンは終わってるの。で、続きとして最後にこんなことが書いてあるんだね。こういううまいことを言った、なんていう自慢話みたいなことは、本当は書くべきことじゃないんだけれども、周りのみんなが、一つも書き漏らさないようにしてね。って言うから、仕方なく書いているんですよ。なんていうようなことが書かれてんだね。さあ、いかがでしたでしょうか。最後に記されている清少納言のコメントなんだけど、どちらかっていうと、しれーっと自慢話を書いたんだけど、それに角が立たないように、後付けで言い訳を入れてるっぽくも感じるんだよね。さあ、あなたはどう思いましたか？ということで、このチャンネルではこんな風に、高校の古典で扱う作品のざっくりとしたあらすじの解説や、テスト対策用の動画を上げていきますので、よかったらチャンネル登録、そして高評価をよろしくお願いします。今回の中納言参りたまいての動画も概要欄にリンクを貼っておくので、テスト前に見返してみてください。それと、古文単語の意味や過去の動画の検索に使える公式 LINE もありますので、ぜひそちらも概要欄から登録してみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。お相手はまさやんでした。バイバイ。